シャス中です。今回はちょっとねフォートナイト雑談コーナーでもやりましょうかなという話ですね。今回ちょっと話す内容はですね、ツイッターの方でなんか流行ってるあなたを作ったゲーム4選というね、あなたがゲームを4つ選んで、あなたを作ったゲームを4つ選んでくださいというそういうお話ですね。なのでちょっとプレイしながらなんでちょっとねなんかガバガバなところありますけど、それを許していただけたら幸いでございます。はい、まあ、僕が作ったゲーム4選は何を選んだというと、僕は一つ動物の森プラス、もう一つが、グランツーリスモ3で、もう一つコールオブデューティー、そしてなんとフォートナイトという形ですね。やっぱ最新のね、僕のなんかこう一部にもなってるフォートナイト、これはぜひとも入れたかったですね。まあ、その他のタイトルについてはね、まずは動物の森なんですけれども、まあその前に4選って意外と難しいじゃないですか。自分を作ったのは4つのゲームですかって言われるとそうではないんですよね。だからそこにグランツーリスモがあることがすごくなんか皆さんのなんかねあれだと珍しいというか、あ、意外だなっていう声がねよくあるんですよ。だから僕はもともとレースゲームが好きだったんですよっていう、そういうところをねまずね皆さんのなんだろうなんか頭の中にちょっと入れていただけるとねいいですね。まあ、僕はもともとレースゲーム好きだったんですよっていうね話に、なぜ動物の森はその中でもね新しめのゲームなんですけど、それより前は何やってたかっていうとね、いろいろなプレステであるいろいろなレースゲームをやってたんですね。プレイステーションって結構ねハードの中でもいろいろなタイトルが出てたと思うんですよ。例えばクラッシュバンディクとかね、そういういろいろ出してたと思うんですけど、僕はその中でね一番最初にやったゲームがモータートゥーングランプリっていう、そういうレースゲームから始まったんですよ。それからいろいろとレースゲームをねやり続けることになって、でレースゲームも良かったんだけれども、ビジランテ8というね神ゲーに出会ってしまい、車と車が戦うというそういうね斬新な、なんだろうな、システムにもう心惹かれてね、もう虜になってしまったわけですよ。いやー、あれは楽しかったですね。車に銃を装備して車を撃って倒すという、もうなんていうかね神の領域ですね。車が好き、対戦が好きな僕のねここ欲求を満たしてくれるのはあのゲームしかなかったですね。そんな感じでねプレステの時代が始まり、でそしてプレステの時代はビジランテで終わっちゃったんですけど、ビジランテ以外にもメタルスラッグっていうね今はもう次が作られてないのかな、今もうないかもしれないんですけど、いろいろなところでねプレイステーションストアでも買える横スクロール系のゲームですね。それにハマリーのそれでもうなんかね人殺しのゲームじゃないですかあれ。なんで親がすっごい反対して、そういう風のちょっとねみたいなこと言ってたんですけど、僕はもうねいやそういうゲームじゃないんだよと、ただの弾幕ゲーじゃないけれどそういうシューティング系だから、別にそういう気持ちで人型を殺したいから買ってるわけじゃないんだよってものすごい説得をして買った思い出がありますね。ほんとメタルスラッグはねもう買う前日とかもうなんだろうね人が殺したくて殺したくてたまらず、本当は興奮して眠れなかったですね本当にね。そういう思い出がありますね。火炎放射器とか使える、火炎放射器じゃないんですけど、いろいろとなんか弾みたいなものを取ると自分の持つ武器の種類が変わるんですよ。ミサイルだったり火炎放射器みたいなやつだったりね、普通のマシンガンだったりで変わっていくんですよ。最初はハンドガンなんですけど、でそれがどんどん変わってって人が燃えるところとかもなんかねたまらなかったですね、ゲーセンで見かけてね、なんだこの神ゲーはみたいな刺激がちょっと強かったですね。でそのプレステ時代が終わると、大体みんなねやったことあるポケモンがどんどん入ってくるわけですよ。ポケモンは僕は正直ね金銀で始まり金銀で終わりましたね。僕は金版でした、だからホウオウですね。本当にねポケモンはそこそこやりましたよね。でもそこそこやったって言っても普通の小学生がちょろっとやったぐらいで終わるんで、すぐ終わりましたね。その次にルビーサファイアがアドバンスで出ても全く興味を示すことなく僕は64の方に行きました。64の方って言ったらみんなね
多分思い描くのがスマッシュではなくドンキーコング64ですよね。もちろんそうですよね。ドンキーコング64、ドンドンドンキーコングですよね。ゴールデンバナナ集めてたでしょみんなね。ゴールデンバナナ集めたりして、それから64にまず入っていく。でそしてまあみんなスマブラやってるからスマブラやるんだけれども、友達ん家でやった今にも忘れないね、フォックスのねステージでこう戦闘機のコックピットら辺でね、落ちそうになってる敵をサーベルでビシビシやってたんですよ。這い上がってくるのビシってやってたら、いやそれやったらデータ消えちゃうからダメだよみたいなことを言われて、なわけないやろって思いながらやってたら、本当にデータが飛んでねネスが消えてました。友達ブチ切れてましたね。ってなってましたよ僕は。なんかなんでそんなんでゲームのデータ消えるのか、あの時も今も謎なんだけど、なんでですかねあれはね。本当に64だからね、みんななんかイメージ的には FPS やってる人ってみんな007から入ってきたんでしょっていう、そういうなんか FPS といえば007だけど、僕やったことないから、あの007のねあれはなんかみんなこう楽しげに語っても一切わからないからね、なんとも言えないんですよね本当にね。でそれで64の時代はドンキーコングで過ごし、でやっぱレースゲームも好きですから、もちろん皆さんやっていたと思います、ディディコングレーシングをやってたんですね。はい、マリカーとか知らないですから僕、いや全然やったことないです。そんなねディディコングレーシングやってました。いやー楽しかったな。飛行機とかもね、マリカーだったらハテナボックス取ってアイテムがドゥルドゥルドゥルってランダムになってみたいな流れなんだけど、ディディコングレーシングは違います。なんかこう、おアイテムとかがあったらね、強化していくというそういうスタイルでしたからね、リリーコングレーシングはね、なかなか斬新でしたよ。またこれ入ってんのか、おっちゃん、おっちゃん冒険すんな。ちょっとここだな。いや待って待って待って、やべ他の新手が来た、新手が来たから挟まれたくないどん。あー絶対取られるよなこれな。はいお疲れちゃん。そうディディコングレーシングをやってるとね、なんかこう対戦要素もあれ強いんですよね。もうだっけランダムじゃないんですもん、アイテムが分かってんだよね、ミサイルになるのかどういう風なものなのかっていうのが分かったりするんでね、非常にあれも面白かったですね。古いんだけどね、多分マリカーと同じ時期に出たのかな、どうだったか忘れたけど、それそんな感じだった気がしますね。でそれでディディコングレーシングをハマってたけど、まあ、みんなも、まあ、周りもディディコングレーシングだったかな、マリカーゼもいたけどね、僕の周りだからちょっと特殊なのかもしれないですね。普通の人たちだったらね、あんまりこう入ってこないようなタイトルなのかな、地域的にもねスマブラが全部押してたんだろうけど、でも人によってはねシーマンにハマってたりする人もいたと思うんでね、あれ世代というかあれが時代がセガサターンもあった時代なんでね。まあでもね僕はそういうことに一切ハマることなくディディコングレーシングをしてたわけですね。でそれでゲームキューブが出てくるわけなんですけど、ゲームキューブ世代がちょっと意外と熱くてね、僕ハードを2つぐらい持ってたんですよ。ゲームキューブの前に確か Xbox 持ってた気がしますね。ゲームキューブと Xbox を持っていて、プレステ2は友達がリッチレーサーやってたかなぐらいで、うん、意外とね Xbox 派だったんですね。また珍しいね。その Xbox がたまたまトイザラスにマキシマム・ザ・チェイスっていう、そういうね、またこれもね Xbox 初代やってた方ならわ神ゲーじゃんってなるぐらいの、もうなんだろうな、レースじゃないんですけど車とあと銃撃戦のハイブリッドタイプのものですね。あのタイムクライシスの車が追加されたバージョンみたいな感じ。あのタイムクライシスは全然僕やってないんですけど、あの銃撃つやつね、画面にこうターゲットサイトが出てきてバン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 撃つやつなんですけど、あれのあれとレースじゃないんだけど逃走する、逃走しながら目的地に向かって、でそれで目的地に着いたらこうなんかいろいろとまあこう銃撃戦やりながらっていう、そういう面白いハイブリッドゲームだったんですけど、そのために Xbox を買いましたね僕は。だからそれの方が早かったな、ゲームキューブより早かったですね。
だからゲームキューブはだいぶ遅めで入ってきたので、僕はどうだったんだろうな、なんかのきっかけで動物の森を知って動物の森にハマるようになったんですよ。そっからやっと動物の森なんですよ、4世の中の一つに入ってくる。それまでの導入の長さよねこれねとんでもなく長い。でそれで動物の森にハマって、もうなんか最初は家具収集とかいろいろなんか集めるってことにね、今まで対戦ゲーしかやったことなかったような僕がそういう集める喜びを知ってしまったということでね、何か家具を集めたりだとかしてたわけですよ。昆虫捕まえたりだとかね、まあそれも言うたらポケモンみたいな流行りですよ。みんなやってましたね、周りの人たちは。動物の森一択、もう仏盛りって感じですねちょっとこの人からいろいろもらおう。足りないのよ私も。嘘、足りてる。待って、でもジャンパー使わなくてもいけるなこの距離。なんか左いたような気がする。これちょっと怖いな。まあ動物の森にね、みんなとお揃いのポケモンやってた人たちがこう、そうだね、ポケモンやって周りポケモンみんなだからルビーサファイアとかも全然ハマってなかったんだよな不思議なんだけど、そこはなんかね、やっぱり周りの影響、環境ってすごいですよね。ポケモンみんなやってるでしょって、まあポケモンバトルとかポケモンスタジアムとかやってたんだけれどもね、うん、ポケモンスタジアムまではちょろっとやってたぐらい、うん、ほんとそんな感じでしたね。あとはもう普通に自分の好きなタイトルやってたり、まあ動物の森がやっぱり、ね、一番流行ってたな周りでは。やっぱ動物の森をやって、で家具収集で楽しいなーってなってたんですけど、ある時期から僕はかぶり場という存在にね、もう全てを持ってかれたわけですよ。まあ、かぶり場ってなんだっていうとね、株を売ってくれるおばあさんがいるわけなんですけど、その株を売ってくれるおばあさんが売ってくれる株の値段と、あと買い取ってもくれるんですよその株を、っていう人だったらもうあねって感じになるでしょ。もうあもうそういうことなんだねって。そうなんですよ、株なんですよ。もうゲームの中でお金儲けがね楽しかったね本当に。安く仕入れて高く売るっていうのをね、こう動物の森で学ぶっていうこの商売の基本ですね。そういう風なのをねハマってずっとやって何千万も貯めて、でそれでねそのお金で僕が持ってない家具を友達に買ってもらって効率よい収集をしようと思ったら、友達が金を受け取ったんだけれども家具を買ってくれなくなって、うわ何これってなって泣いてやめたんですよ。それが動物の森で、そっからまあいろいろとね、またゲームキューブはスマブラも流行ったし、マリオカートダブルダッシュも流行ったんですけど、そっからゲームキューブにもうね、なんかなんだろうな、ゲームキューブでハマるタイトルが多分そっからなくなってきたのかな。そっからなくなってきて、でそれで次にあれですね、 PS2 グランツーリスモにハマるわけですよ。レースに帰ってくるわけですね。あーレースゲーム楽しいなやっぱりなって思いながら、グランツーリスモでひたすらねライセンスを取って楽しんでたわけですよ。グランツーリスモはねやっぱいろいろな車があるので、僕車が大好きなんですよ。車好きでね、ほんと今でも道行く外車見るだけでほんと心が満たされるレベルのね人なんですけど、でそれでグランツーリスモを1、2も買ってて、で3の前のプロローグっていうね、今の35 GTR のコンセプトモデルが出てきたタイトルになるんですけど、それもねやってたりだとか、いろいろグランツーリスモは4までは全てもう出てるタイトルは買ってましたね。でそれで5になってからちょっとグランツーリスモから離れるんですけど、なんでかっていうと、そこからコールオブデューティーが出てくるんですよ。僕コールオブデューティーはね、実はねかなり古くからやっていて、プレステ2の時代からコールオブデューティーってね、2がコールオブデューティー2がプレステ2で出てきてて、でその次コールオブデューティー3もプレステ2で出てたのかな、プレステ3で出てたのかな、3だね、3で出てたんですけど、僕は Xbox360 を買って、プレステ3高いからね、 Xbox360 を買って、うわすごく綺麗だなーって思いながら戦争ゲームにまた帰っていくわけですね、対戦の方に。まあでも Xbox はね対戦というかオンライン接続が有料だったので、ああなんだーって思いながらやってたんですけど、プレイステーション4になってから無料なんですよあれね、無料だから、これはどこか
Wi-Fi ないかなって思って Wi-Fi ね、あの自分の家のそうですね中のほんと細い細い Wi-Fi を拾い上げてそこにプレステ4をつないで対戦してましたね。それからもうね、廃人のごとくコールオブデューティー4にもう使って疲れまくる生活、夏休みとかもね朝起きてコールオブデューティーしてで飯を食べて寝るぐらいのレベルで、ほんと一日何時間やってたか分かんないぐらいのことをねやってましたね。夏休みだから全部それでねなくなりましたね青春時代すべて。でコールオブデューティーからこうどんどんこう年月が経ってそこから実況を始めたのがコールオブデューティーの 1,2,3,4,3 個目のタイトル BO かな、 4個目か5個目ぐらいかなコールオブデューティーブラックオプスから、動画投稿っていうものを確か始めたかな、ブラックオプスじゃないな、ブラックオプスか MW3 らへんから動画投稿を始めて、動画投稿の時はまだ実況とかやってなかったんですよ。自分喋ることがね、そんな必要じゃないかなと、そんなにいることでもないかなと思ってたので、そういう風にね、実況プレイをし始めたのはきっかけはリスナーさんからね、田中さんの実況が見たいですっていう風なリクエストを受けて、実況プレイヤーになるんですけれども、それまではだからプレイ動画中心の人になってたんですよね、人になってたというか人だったんですよね。プレイ動画だけでもみんな見てくれて、再生数とかも、まあ、気にせずにね、コメントくれたら嬉しいなみたいな、もうなんか何再生されただけで全然嬉しかった時代でしたね、ほんとね。おお、いるぞこれは。オッケー。でそれでそっからどんどんね YouTubeの方に投稿するようになったんですよ。まあ YouTube の方になんで投稿することになったかっていうと、 YouTube の方がねニコニコ動画よりねあれがなかったんですよ、画質の制限とかがなかったんですよ。 YouTube は自由でね、ニコニコ動画とかだったらプレミアム会員にならないと高画質な動画を上げることができなかった、容量制限をかけられてたんですけど、 YouTube はそういうことがなかったので、もう最高じゃないかって思ってね、YouTube の方に動画をねポイポイポイって上げてたんですけれども、そこからリスナーの方にこうね田中さんの実況が見たいってなって、確かなんかなんちゃら記念みたいな感じでね、記念の方でやったかな確かね。お、ちょっと待って待って、おい痛いよ今の、あー死んだけど、まあまあその続きをお話しましょうか。で何再生の何登録者何人記念かなんかで実況を撮って、そこから YouTube に動画を上げ始めて、で最後にフォートナイト、今やってるねフォートナイトになってきたというわけですよね。いやーなかなかね面白いですよね、自分のゲーム、いやゲームっていうのでね、やっぱねやらない人はほんととことんやらないかもしれないんだけど、今こうやって自分の立場になってみるとゲームって本当に素晴らしいなって、人ともねいろんな人との関わりも増えたし、それでもう普通の地元の友達よりも仲いい友達ができたし、いろいろとねつながりが本当にできた、プラス今がもうそれそういう風な YouTuber として成り立ってますから、僕のね生活がそこまで行くとはねその当時は全然思ってなかったので、もうなんかすごいゲームというもののね偉大さに本当驚かされますね、という感じの、今回は、フォートナイトじゃないけど、そのフォートナイトでちょっとね最新 そのゲーム4選というね話題に触れてみましたが、いかがだったでしょうか。まあ皆さんもねやっぱりゲームっていうものってね、やっぱもう今の時代軽くね見られるものじゃないんです。これもなかなかね積もり積もればこういうことになるので、ぜひともねやり込んでみてはいかがでしょうか。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。包帯星見の助やな。そうなんなんそれ、多分いける、多分激ロジオ。 OK ナイス、よっしゃおっしゃ取ったぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はショットガンを見つけてください。
ッケー来たー、よっしゃー。